はい、お願いします。お願いします。片岡さん、はい、以前あの YouTube で宮本さんとか清原さんと用具のこだわりのお話をされてたと思うんですけど、はいはい、片岡さん自身のその用具に対するこだわりっていうのは何かあったんですか？なんか聞きたい？聞きたい。いやいや、絶対聞きたくないと思うそんなこともどうでもいい話よ。いやまあまあ、でもプロやから、はい、あのやっぱりこう見てやっぱ道具にはこだわってきたと思うね。全部特注ってことですよね。プロやからな。あの売ってるやつ、市販のやつこうできてへんで、思いが並んでな、はい、これいくらあるでな。でも一応こういうふうにしてくれ、ああいうふうにしてくれっていうのは、はい、もちろんプロ野球に入ってから、はい、まあ、年々変わっていったよね。ずっと同じ会社と。そうそう、俺はもう水野とずっとクラブを、はい、まあ、アドバイザーさせていただいたんやけど、全身水野ですか？全身水野です。はい、なんか水野を全身使ってる選手はちょっとエリートっていうイメージが今もあります。俺たちもやっぱり、はい、水野が契約してくれたら認めてもらったっていう風な ね、はい、うん、あのそういう風な気持ちは はい、あったよ、うん。今だと山川選手とかね、全身水野。あ、そうなんや、はい。でも今はさ、時代が変わったから、はい、靴はどこどこ、ね、手袋どこどこ、はい、バットどこどこもありやけど、はい、俺らの時代はそんなことしたらあかんみたいなね。もう全部、ね、そう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 。これなんか例えばね、あのアマチュア時代からちょっとお世話になったりしたら、こうプロ入って活躍したら変える選手もいるわけよ。うん、そんなことしたらやっぱりね、不義理や言うてお世話になったらちゃんとお前上で返せみたいなことをね言われた時代だったし、はい、けど当時やっぱり、まあ、俺の時代代表するのはやっぱりね、イチローや松井という選手やけど、はい、彼たちもやっぱり水野やったから、ね、おー、そうだったんですね。グローブもバットも水野やったから、でもやっぱり水野もそういうふうなトッププレイヤーと契約してもらうということで、うん、いつもオフになったらね、こう水野でも各メーカーでもアドバイザリー選手を集めて会議やるの。へえ。俺らの時なんて本当にいつもだからオフになってイベントあるやん、はい、大阪やったら大阪で運動会とかさ、当時運動会あったやんか、やってるやん、大阪城ホールでね、はいはいはい、お正月中継するけど、はい、それの時にもうみんな来るやんか、その選手が、はい、だからその時にアドバイザリー会議を水野の本社でね、へえ、やってましたよ。想像たるメンバーが。でも初め俺5人やったよ。あ、そうなんですか。すごい、5人の中に片岡さんじゃあ、あのちゃんとたくさんいるんやけど、はい、来たのが5人やった。え、どういうこと。まあみんななかなかオフの予定があって、はい、それやり始めやったからね、はいはいはい、今はもう20年25年経てば、はい、みんなオフにはこれがあるんだっていうことが浸透してきて、はい、みんなやっぱりその日にちで集まってくるようになってきてるみたいだけどね。5人でもなんかね、俺が引退した年も、はい、その最後に水野のその、まあ、グローブに刺繍、金のグローブにね、金のグローブ、俺の生涯の試合数とヒット数と安打数とか、あのホームラン数とかちゃんと額に入れて、はい、あのくださったんで、すごい。それも今となったら家に飾ってるね、すごくいい思い出です。そうなんですね。まあ、水野さんには感謝します。お、はい、でもその実際のその用具に対するこだわりを聞きたいです。いや、ないやろってそんな全く興味ないやろ、教えてくださいよ俺のグローブね。お、まあ、これはあの今はちょっと色は違うんやけど形的には一緒やねん。型はずっと同じ。一緒。へー。でちょっとねサード用やから、サードっていうのはねやっぱこういうふうに使う、こう使うのと、はい、両方こう使うのと2種類、はい、だから強い打球に対して負けないような使い方と、はい、あとはあのまあ緩い打球に対したらあのすぐ出てくるような感じとね、はい、ただ俺の一番のこだわりは軽いっていうこと。おお、すごい、これ軽いと思うね。ちょっと一回持ってみてみ。いいですか、ありがとうございます。あ、確かに軽いでしょ。私が初めてはめたグローブ全然軽いですそれ一緒にしたらあかんねんけどだからこの軽さが俺は一番大事にしてるところで、はいはいはい、だから今までこれちょっと硬いんだけど、柔らかくなってくるとサードってやっぱりホットコーナーというだけあってね、はい、すごい強い打球が来るやんか、強いですね、はい、だからこれって結構ね、どっちかというとペラペラになってくるようなイメージやん。あ、そうなんだ。軽いから確かに皮が薄い。そうでしょ。だからその打球の強さの反動でグローブが締まるというふうな俺のイメージやねん。へえ。だからでちょっとやっぱサードやから長いと思うのよ。あ、確かに長いですね。それはあの俺はそんな守備がうまくなかったから、ちょっと先で引っ掛けるというのかな、三遊間 の横のゴロに対して気持ち引っ掛けるような感じもあって、ここに入るというふうな、うん、
こともあってこうちょっと長めにしてたね。だからサードにしたら少し大きいし、あの長いと思うね。じゃあその長さも長めで特注ってことですね。うん、あのちょっとこうしてください、ああしてくださいっていうのを、まあね、初め1年目からグローブ何個か来るときに、はい、もうちょいこれ変えてくれますかとか、こうしてくださいとかいうふうな要望を出して、うんうん、はい、まあただここだけは、宮本も言ったけど、俺はここだけはこう曲げない、こう曲げない、曲げるとゴロが入らないっていうふうな思いがあるんで、ここはやっぱりどちらかこういうふうなイメージやね。だからここに絶対こうならない、ここもここはだからすごい、こことここがまっすぐこう開くっていうふうな感じ。意外とパッと開くでしょ、はい、だからそういうふうなあれでもパッとしたボールの勢いでポンとこうボール閉まってくれるような。だから皮がこうやって薄かったんで、俺はあの試合用は試合用やけど、もうゲーム前のシートノックしか使わへんかった。あ、なるほど、うん、シートノック用。だからサードボール、あれ何年使うだろう、5、6年もっと使ったんちゃうかな、うん、それぐらいなんかこうもうグローブ変えるのが怖いっていうの。あー、もうずっと同じのが安心というか。そうそう、だからもうオフになるとね、もちろん、うん、ちょっとメンテナンス出して紐を変えたりはあるけど、基本的にはもう5、6年は変えてなかったんちゃうかな。でも新しいのに変える選手も多いじゃないですか、うん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 、毎回毎回、うん、まあその辺っていうのはなんかみんなねこだわりがあると思うんやけど、はい、グローブってやっぱりいろんな要望を出して、はい、同じですって言うのを着てもさ、はい、はめた感覚とか違うわけよ。そうですね、その革のですから変わりますね、使ってると、はい、あのだからその辺のあとは自分のフィット感っていうのが、はい、使っててもこれ良くなるなと思って使ってもあれちょっとこれおかしいなとかさ、うん、まあこれあかんからちょっともうこれちょっと遊びで使っとくかっていうのが意外と良くなったりとか。へー、それも自分の感覚やねんけどね。それはなんかすごくやっぱり使っていってなんかこう出来上がってくるグローブっていうのがあるから、まあだからすごい俺のグローブはみんな誰がはめても、はい、まあ、これ取りやすいなっていうふうな本当にあのことを言われるようなすごいオーソドックスのちょっとこう指が長いグローブやね、うん、片岡さんもそのグローブくださいって例えば後輩の方とかに言われること多かったですか？あ、言われたことないね。ないですか？俺のグローブにあんまり興味なかったやろな。でも使いやすい、使いやすいんですよね。もうね、でも辞めて15年やから、はい、まあそんなになんかこうどうやったかなっていうのあるけど、あんまりグローブの話とかって、はい、あ、まあ、こう当時はあんまりこうライバル同士しないやん。する機会ないんですよね。ないね、あんまり。確かにチーム内でもスタメン争いですもんね。あの見てへん時にさ、ちょっとグローブはめてな、うん、先輩のグローブとかはめて、はい、あ、これこんなんやとかあんなんやとかあるやん。でそんなの見つからへんようにとか思ってはめてた思い出はあるけど、ただみんなのグローブよりも全然やっぱ長いと思う。うん、それはもうちょっとこう外野手っぽいところもあるけどね、はい、うん、あの選手のグローブたくさん見てると、うん、ここに入ってる人がいたりとか、あ、横とか真ん中とかたくさんいろんなところにみんなこの中にね子供の名前入れたりさ、入れますね、あの自分の座右の銘入れたり、はい、まあそんなんするけど、俺はなんかあんまりそういうふうなことせえへんかったな。刺繍も今はここに入ってるけど、はい、ここに入ったのかな。こだわりとかあったんですか？そういうこだわりないね。あ、そうなんですね。意外、あの全然そういうこだわりはない。ただもう軽いという、うん、使い心地いうう、うん、軽いということだけがこだわりだったから、なんかじゃあ、あの可愛い刺繍入れたりとかはなかったですか？そんな俺の時代にさ、はい、まあ俺みたいな現役時代の俺みたいなタイプがさ、可愛い刺繍だったら気持ち悪がられるで。なんかこの前見てて、うん、西武の戸上選手が亀の刺繍入れてたんですよ、うん、戸上選手亀なんか入れんだと思ってすごい可愛いって思ったんですよ。戸上の亀やろ。そうです。でもそういう風ななんていうの、今もそんなありやんか、はい、でもそんな昔もう15年20年前さ、なんか亀の刺繍とかっていう風なことの発想がなかったよね。なるほど。だからまあまあシンプルに、あんまりこだわりなく、そう、あの刺繍もそんなに大きく入れたらなんかこう、はい、目障りやってのがあったから、はい、何もかもシンプルにやった記憶がありますね。まあまあ、グローブっていうのはやっぱりこう馴染んでくるというかね、はい、やっぱ愛着を持って毎日毎日手入れしてると、はい、やっぱり自分の手に馴染むということがありますんでね、うんうん、まあ、ただ誰にもくれとかそういうことは言われなかったです。